見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。自分にはないものを他人が持っているとき、自分が取り残されてしまうとき、または欲しいと思っていたものが手に入らなかったとき、人は猛烈に怒り、悲しみ、不安を感じることがあります。これらの感情のことを妬みと言います。人の行動は情動 EQ エモーショナルインテリジェンスコッティエントによる影響を受けます。高 EQ は望ましい行動を導き出しますが、低 EQ は望ましくない行動を引き起こします。今回は妬みの感情について解説します。読者が抱いた感情は妬みである。9月5日に投稿したは非常に多くの方に読まれ、コメントも1万件を超えました。しかしその多くが誹謗中傷であったことは残念でなりません。特に妬みなどではないと抗うものが目立ちました。心理学研究が進んでいる米国では多くの発表がされています。EQ 理論の提唱者でもあるピーター・サロベイ博士、第3代イェール大学学長らが中心となって発表した The Psychology of Jealousy and Envy によれば、妬みは主に怒り、悲しみ、不安の3つの感情から成立することが明らかにされています。眞子さまと小室圭さんに怒り、悲しみ、不安などの感情を抱いたのであれば、それは妬みによるものと考えることができるのです。妬みには多くの弊害があります。沢田雅人、学習院女子大学1は大学生1人を対象に、妬みについて調べました。その結果、自尊感情と妬み感情の間には相関が見られることが分かりました。シャーデンフロイデとは、他人の不幸を喜ぶという感情経験のことを指します。他人の不幸は蜜の味といえば分かりやすいでしょう。シャーデンフロイデの歓喜に及ぼす妬み感情と特性要因の影響、感情心理学研究008年16巻1号ページ36から48人は妬みを覚えると邪魔をしたくなりますが、これは自らの身を滅ぼしかねない破壊的な感情であると理解しなければなりません。妬みを抱いたところで状況が改善することがないからです。嫉妬心を増長させることにメリットなどありません。